本日のメインレース仮勝ち賞を制したゴールデン風神号の藤野俊一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ本日馬場水分 1.5%、 この馬にとっては今日の馬場いかがでしたか？ちょうど良かったと思います。はい、今日のメンバーはですね、若い3歳から1戦級の9歳まで幅広い世代のレースでした。メンバーとこの重量についてはいかがですか？そうですね、一番軽いハンデで得したかなと思います。はい、今日の障害は一腰でした。手応えはいかがでしたか？そうですね、1位で降りたらもうちょっと楽に勝てる予算だったんですけど、はい、ちょっとゴールニアでかわしました。はい、ただやはり次のレースには弾みになりました。そうですね、次また重賞あるんで頑張ります。はい、優勝しましたゴールデン風神号の藤野俊一騎手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。以上をもちまして本日のメインレース札幌ビール杯仮勝ち賞の表彰式を終わります。おめでとうございます。